2021-22 ヨギボーウィーリーグ大宮対野島ステラの一戦です。まずは前半の10分です。松本が自ら持ち上がります。杉田から後ろの脇坂のシュート、人数をかけて攻撃に行きます。野島ステラは積極的でしたよね。いや本当にその通りでしたよね。続いて大宮13分のシーンです。井上が持ちます。左サイドからここで中田、中田から井上、そして上辻のミドルシュートでした。これはね、上辻選手の得意な形、ミドルレンジからのシュートになりましたよね。続いて30分のシーンです。小林、こぼれ球からもう一度シュート、惜しくもというところでした。怒涛の攻撃が続きます。33分、同じく野島ステラキープして佐々木のシュート、これも、ね、非常に惜しいシーンになりましたよね、はい、佐々木玲選手らしい、ね、まあ、狙いだったのかなと思いますね。その2分後35分です。脇坂のシュート、いや非常に狙いを持った守備からの脇坂選手の攻撃参加、まあ、本当に、ね、今日の試合に関しては彼女の、ね、攻撃参加非常に効果的だったと思います、はい、前半の40分です。大宮、井上が持って自らシュートを放っていきました。ここも井上選手らしいね、あの自ら持ち運んでのシュートでしたけれども惜しいシーンでした、はい、試合を折り返した後半です。38分のシーン、クロスから井上飛び込んでいきました、まあ、これね本当にビッグチャンスでしたけれどもね、決めたかったというね、そういうシーンだったと思いますね、はい、そして試合終了間際です。高橋がこの位置で打って、ここから狙っていきました。久保もナイスセーブ。大宮アルディージャベントス対野島ステラ相模原の一戦は0対0の引き分けでした。